国道16号、国道16号、国道16号は、神奈川県横浜市西区を、木、終点とし、首都圏を環状に結ぶ、一般国道である。東京環状、愛部国道事務所管内、八王子街道、横須賀街道、横浜国道事務所管内などの通称がある。東京都心部を中心軸として、 神奈川県横浜市西区の高島町交差点を起点に、相模原市、東京都町田市、八王子市、埼玉県川越市、埼玉市、千葉県柏市、千葉市、木更津市を経由して、高島町交差点を終点とする一般国道の路線である。東京近郊を環状に結ぶ数少ない道路であり、日本で起点と終点が一致した環状国道は本道と 国道302号のみである。東京湾港に海上区間があり、観音崎、神奈川県横須賀市、富津岬、崎、千葉県富津市間は分断区間となっていて、会場を大体のフェリーで結ばれることにより、環状道路を形成している。一方、東京都多摩地域を唯一従管する国道でもある。首都圏の郊外、ベッドタウンを結んで膨大な沿道人口を抱え、 それを対象としたロードサイド店舗が並ぶ。このため、日本の社会や消費について考察、分析する対象とされることがある。東京近郊の主要な都市を結ぶため日中は、交通量が非常に多く、自動車の流れが良くない区間が多い。ほどがやばいパスなどでは、朝のラッシュ時に全線にわたる交通渋滞が頻発する。車線数は片側に車線区間が大部分を占め、 ほどがやバイパスなど、片側3車線区間も一部存在する。一方で、千葉県富津市内などにバイパスとして整備されていない、片側1車線区間もわずかながら存在する。関7通りや関八通りとともに、東京都心部、千代田区、港区、中央区からの距離を表す基準になっている。この位置で、直線距離でおよそ30から40キロメートル。歴史的に、 国道16号は横浜から横須賀間とそれ以外の部分とに分けられる。横浜から横須賀間が国道に指定されたのは1887年、明治20年のことであり、同年7月2日の直令第28号によって各地の鎮守府に至る道路は国道とされることに決まり、同年7月8日に国道45号、東京より 横須賀鎮守府に達する路線として指定された。この路線は、現在の国道15号とほぼ同じである、当時の国道1号、東京より横浜に達する路線と重複しており、道路線を延長するものであった。1920年、大正9年施行のに基づくでは、旧国道45号がそのまま、国道31号、東京市より横須賀鎮守在地に達する路線となり、 1952年、昭和27年12月4日の新道路法に、基づく路線指定で、一級国道16号、横浜市横須賀市に指定された。江戸時代の横浜から八王子館は、神奈川塾から八王子を経て、甲州街道へと通じる主要な街道で、神奈川王館及び町田街道も、参照、年貢の輸送や村の産物を運び交換するなど、 生活上必要な道であった。元禄、教皇期の頃から街道として使用されていた。また、江戸時代から明治の頃は、つくいの木と絹織物を買い付けに往来する外国商人の姿も多かったという。また、八王子から入間の間は、日光脇王館と呼ばれ、現在は入間で分岐する国道四百七号などを通して、八王子から日光へ向かう街道として、 にぎわいを見せたことから、沿道は宿場町として発展した。1953年、昭和28年5月18日に、横浜市から千葉市間が2級国道129号、東京環状線に千葉市から木更津市間は2級国道127号、立山町場線の一部として国道に指定される。1963年、 昭和三十八年四月一日の路線変更により、それまでの国道百二十七号の一部と国道百二十九号を国道十六号に統合し、同時に横須賀市街から橋宇ど間と木更津市から福津市間が指定され、国道十六号は横浜市を起中点とする路線となった。国道百二十七号の残余区間はそのまま二級国道百二十七号。 立山木更津線に再指定され、国道129号は、平塚市から相模原市間の二級国道129号、平塚相模原線に変更された。1965年、昭和40年4月1日の道路法改正によって、それまでの一級国道16号から一般国道16号となる。環状道路であるものの、東京湾の海上区間があるため、 一つながりとなっておらず、横須賀と二つの端部はいずれも東京湾の港湾とは接続していない。将来は東京湾高道路という地域高規格道路の候補路線で結ばれる計画となっており、その神奈川県側の連絡道が国道16号にも指定されている横浜横須賀道路である。東京湾の分断区間の代替交通手段として近郊航路である東京湾フェリー。 金谷港栗浜港を利用して迂回できる。起点は横浜市だが、ここでは横須賀市橋うどから説明する。東京湾の海岸線沿いを走り、馬堀海岸付近で有料バイパスの横浜横須賀道路を左へ、見送りながらしばらく進むと、三春町に入る。ここより横須賀街道として横須賀市の中心街を通り、丘陵地の横須賀市北部へと北上していく。 トンネルをいくつか抜けて、追い浜駅前へ差し掛かると、沿線に商店や家が再び増えてくる。横浜市金沢区を通過し、磯子区へ入ると、過ぎた付近で並走する、鉄道路線を、京急本線から根岸線へと変える。磯子駅を過ぎると、道は、八幡橋の前で根岸線から離れ、堀割川上流の南区へと進んでいく。 堀割川と分かれ首都高速神奈川3号刈場線の高架をくぐると吉野町3丁目交差点で横浜の中心街である中区管内地区へ向かって曲がる。JR 管内駅前を越え尾上町交差点を曲がると桜木町駅前を経由して紀州県の西区高島町に至る。八王子方面に向かうにはここで左折する必要があるが高島町交差点は すべての車線が右折レーンとなっており、横須賀方面からの車は、国道1号東京方面にしか行けないため、奇襲点をまたいでの走行はできない。八王子方面に向かう場合は1ブロックとなりを、並行する桜川振動を経由して左折する。国道1号との重複区間を西に進み、浜松町交差点で分かれ北西へ進むと、横浜環状2号線交点、川島を経て、 ほどがやバイパス本線部と上川や石井付近で合流する。この辺りで原道と並行するバイパス道路のほどがやバイパスは自動車専用道路ながら通行量無料のため利用者が多く、日本で最も交通量が多い一般道となっている。なお、上川や石井付近から工事図する大和市内までは原道の開通まで使用された目黒交差点。 月見の駅付近を経由する急道が存在するが、すでに国道の指定からは、外れている。上川居 IC 付近でのほどがやバイパスとの合流後は、地平部が大和バイパス、原道、高下部がほどがやバイパスの2層となり、東京都町田市へ入り、東名高速道路横浜町田 IC、国道246号交点、東名入口交差点へと続く。 東京都町田市と神奈川県横浜市の都県境ではなく町田市内の交差点上に境界が存在する横浜区間の上川合 IC 付近の小戸ヶ谷バイパス本線から横浜町田 IC までは立体化されたが現在でも日中などに慢性的な 2km 以上の渋滞が発生するため 愛部区間でも町田市透明入り口交差点の立体化工事、ほどがやバイパス行き、町田立体事業が行われた。ほどがやバイパスの延伸により、横浜方面南町田駅北側の地平部、大和バイパス接続地点まで完全な立体交差で結ばれた。なお、町田立体は、川崎国道事務所による事業である。町田立体については、大和バイパスのページを参照。 境川を渡ると再び、神奈川県に入る。かつて国道16号だった旧道、神奈川県道、東京都道56号目黒町町田線と台湾バイパスの接続地点により、相模用の駅資金の谷口立橋までは片側3、車線の幸福院道路となっている。この付近から橋本付近まではカーブのほとんどない長い直線区間となるほか、 町田市との都県境に総経路となるため、町田市方面への流出入も多い。この付近の区間は、町田市側を並行する町田街道と共に、神奈川王冠や浜街道、絹の道などとも呼ばれ、江戸時代後期頃から明治期にかけては、八王子より横浜港への絹の産出に多く利用された歴史がある。宇野森を過ぎると、ロードサイドの大型店舗や、 ファミリーレストランが立ち並ぶ街並みとなる。その後も相模原市の直線上の道をしばらく進み、橋本高架橋を直進して、国道413号及び JR 横浜線を立体交差で越えると、一般道路の原道と八王子バイパスの分岐である、元橋本交差点へと至る。相模原市中央区付近は、道幅が広く、片側2車線で、速道や、 街路樹や広い歩道が整備されている。これは自動車用の高速車線、馬車や荷車など観測車線と歩道を分離した名残である。この相模原市街地の並木道は1994年、平成6年に読売新聞社選定の新日本街路樹100系の一つに選定されている。なお、戦時中に軍都計画が持ち上がった際の緊急時に滑走路として 使えるようにした話があるが、そのような事実はない。現在は一部区間で速道を自転車、専用通行帯に変更する整備が進められている。橋本方面から本線をそのまま直進すると2015年10月に召喚が終了し、無料区間となった八王子バイパスとなる。再び東京都町田市へ入って、すぐの町田街道との立体交差、愛原 IC があり、 北の街道をオーバーパス、打ち越し出口までは信号のない完全立体交差で自転車、歩行者の通行は不可、自転車、歩行者は別に整備された歩道を走行することになる。その後国道20号をオーバーパスし左入り交差点で再び原道と接続するが北の街道以北はロードサイド店舗が集積し一部区間では流れが悪い。 内越出口では時間帯により渋滞が発生しますの、注意書きあり。一方、言動は、元橋本交差点でそれ、バイパスと同様に、町田市内へ入ると、町田街道と平面交差、尾根を過ぎ、槍水付近から八王子市内に入り、八王子バイパス5点峠 IC をくぐって、5点峠を越える。なお、元橋本交差点より満潮交差点までは片側。 一車線となる。町田街道、北野街道、甲州街道などの主要道路や JR 中央線の踏切と交差するため、朝夕を中心に流れは悪い。甲州街道、片側二車線と一部区間を共有した後北側に、進路を変え、浅川橋を渡り、稲荷坂と呼ばれる丘陵を越える。この区間は、八王子革服として2018年1月14日に、 4車線化の拡幅が完了した。矢野街道、入口南交差点を通過すると、中央自動車道八王子 IC と接続する。左入り交差点で、バイパスと接続するが、原道、バイパスそれぞれ2車線分、都合4車線分の交通量が2車線に集約される。ため付近はしばしば渋滞している。左入り橋交差点を抜けて坂を上がると玉川が、目前に広がり、 ハイジマ橋が横切っている。その先、道方上交差点を左に曲がるが、小似田交差点までの 1.5km は、新奥多摩街道、東京都道29号、立川大目線との重複区間となっている。この区間は外回り、新奥多摩街道、下り2車線、内回り、新奥多摩街道、上り3車線の変速区間だが、道路幅はどちらも同じである。 内回りは、本来に車線のところを右折車対策として3車線に、してあるため車線幅が狭く、大型車は車線に余裕がない。小華田の交差点から武蔵野橋を過ぎ、3000メートル急滑走路を、持つ米軍横田基地を右に見ながらしばらく進むと、旧道、県、東京都道166号水穂、あきるの八王子線と箱根ヶ崎駅周辺を迂回する。 水穂バイパスの分岐に差し掛かる。分岐のトンネルを抜けると、大梅街道との立体交差がある。水穂バイパスを抜けると、再び旧道と合流、すぐに埼玉県入間市となる。首都圏中央連絡自動車道、県大道入間 IC を過ぎ、武蔵バイパスの先、入間、狭山市境付近には片側1車線区間が残っていたため、河原町交差点で、 流れが悪くなっていたが、2017年、平成29年3月28日に、片側に車線化された。なお、この区間が片側に車線化したことにより、埼玉県内の国道16号は全線で、片側に車線化となった。川越市に入り、関越自動車道川越 IC を過ぎては北、た、新庁交差点を右折し、川越市街地を迂回するように進むが、 途中には急カーブがあり、線形は良くない。国道254号との交差点である、荒宿町、北交差点では、国道254号へ右折する車が、右車線を埋め尽くし、左車線への強引な車線変更が頻繁に行われる。国道254号川越バイパスとの交点である商船場交差点を過ぎ、上江橋で荒川を渡ると、西大宮バイパスに入る。 宮前 IC から吉野町 IC までの 3.7km は国道17号新大宮バイパスとの重複区間となり片側3車線の道路が続く。宮前 IC では外回り内回りとも1車線に減少する。なお、川越方面内回りでは吉野町を IC で片側3車線の内左側2車線として合流し、この先にある日進。 南交差点の右折車線が、たびたび渋滞することがある。宮前 IC では右1車線がそのまま、国道16号に潮宮バイパスへ分岐していくため、この 3.7km 区間内で、車線変更が必要である。吉野町 IC の速道を下って右折し、東大宮バイパスを東へ進む。原地地下道を通過し、JR 宇都宮線を橋でまたぐ。なお、川越方面。 内回りの原始地下道では、わずかな距離ながら2車線から1車線に減少するため、朝の時間帯などは渋滞が起こる。東北自動車道岩月 IC のある、埼玉市岩月区かくら南交差点付近は終日、混雑している。岩月かすかべバイパスで、かすかべ市に入り、小渕交差点で国道4号、日光街道と交差する。同交差点より、かすかのダバイパスとなり、 昭和インター交差点で国道4号バイパス、新4号国道と交差した後、近野井、大橋手前で、千葉国道事務職館に入る。近野大橋で戸川を渡り、千葉県に入る。野田市を抜けて、柏市に入り、常磐自動車道柏 IC を過ぎると、大型車やトラックが非常に多くなる。平日は、乗用車よりも大型車の方が多いほどで、いわばトラック街道となっている。 柏市小塚、与馬塚で国道6号、水戸街道と交差し、柏トンネルを過ぎると田園地帯になり、大津川を越えたら、旧正南町の中心地である大津が丘に入る。大津が丘交差点では、将来的に国道6号のバイパスとなる予定の柏市都市計画道路3.32号ミノは、青葉台線と交差する予定で立体交差となることが予定されている。その後、 白石、船橋市、八千代市と直線上ながら混雑した片側に、車線道路が続く。この周辺は1970年代以降に、整備された新密地区間のため、直線的な道路となっている。千葉市に入り、稲毛区に入ると、東関東自動車道千葉北 IC があり、東 IC を過ぎると混雑するのは、京葉道路穴川 IC までで、この先は、 国道357号交点、千葉市中央区浜野まで、京葉道路の側道となっている。浜野からは、京葉工業地域を走るため通行車両の多くは、大型トラックであるが、交通量は、あまり多くなく、直線上道路となっている。大和田からは、旧来からの片側一車線道路となり、しばらく行くと、千葉県側の終点、富津交差点である。指定区間はここから、 浦賀水道の対岸、横須賀市波州道へと続く。ちなみに、かつては、穴川インター交差点から広小路交差点、そして、国道14号と重複し、上りと交差点から村田町交差点の間が指定されていたが、京葉道路及び東関東自動車道の速道を走るバイパスの開通により、現在のバイパス道路が指定されている。横浜横須賀道路の区間を除く。 バイパスのうち、神奈川県内の横浜新道、小戸谷バイパス、横浜横須賀道路、神奈川県から東京都の八王子バイパス、千葉県内の京王道路を除く。それぞれの接続路線については、各記事を参照。右の表示を押す、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。